川岡と西さんの美容師あるある。どうですかね。いい感じですか。はい、かくちゃん、今日はね、外羽にしたいね。いい感じかな。どうも、ココです。はい、どうも、石田です。はい、ということでね、はい、ショートボブにはね、間違いやすいポイントが2つぐらいあるんだけど、どこかわかる、はい、どこかわかる、出ちゃう、はい、わかります。どこよ。うん、おケツが上がっちゃうと、おう、アウトラインが前上がりになりすぎて、ちょっとボーイッシュになってしまう。正解。お茶せしたみたいな。ってことで、前回からの続きで、はい、今回は第2回目ということで、はい、まあ、アウトラインのコントロールやね。アウトラインがなぜコントロールできないのかと、はい、ウエイトのコントロールよりは割とアウトラインのコントロールの方が個人的には簡単かなと、はいはい、思ってるんで、そのアウトラインのね、コントロール、こうミスしないポイントっていうのをね、はい、ちょっと今日は紹介していきたいと思いますね。はい、はい、はい、ってことでね、アウトラインのコントロールをね、はい、ちょっとやっていきたいなと思うんですけれども、はい、アウトラインがね、こう自分の意図したラインと違ってくるっていうね、原因は2つのポイントがあると思うんですよ。で、まずその1つは、これバックの部分のグラデーションからアウトラインを削っちゃうということだと思うんですよね。はい、はい、はい、まあ、詳しくはこちらのこちらの動画を見ていただければいいかなと思うんですけれども、はい、つまりですね、この角三つ襟、はい、この角三つ襟って言うんですけど、この三つ襟を越えてこういうふうな、例えば緩やかな前上がりのラインなのにとか、はい、例えばこの前やったこうコンサバティブなこういうへの字のラインなのにとか、ここのバックのグラデーションを入れていくときに、はい、三つ襟を越えてグラデーションをこう入れていく、はい、まあ、とはね、当たり前やけどこれポコンってへこむね、うんうん、そうですね。でこれが意図してないラインになってしまうと、やっぱこう穴が開いたみたいな感じ、はい、こういうふうなことをやるつもりじゃなかったのに、うん、やるつもりじゃなかったのに後ろのグラデーションを入れてそのまま行っちゃったらね、あ、ここ開いちゃった、うんうん、ってなったらこれ意図してない上がりになってくるから、はい、ラインがいびつになってしまうという感じになってきますね、はい、はい、で、例えばね、この三つ襟越えてここのイヤー2までのこのラインにグラデーションを入れていっていいのは、はい、ハンサムショートになってくるよね、うんうん、ああ、なるほどね、はい、うん、まあ、グラボブ系のカットやね、はい、なのでまあショートボブとはちょっと違ってくるというふうな感じになるんで、はい、ここはですね、三つ襟越えたら、まあ、この前もやってたんですけど、ちょっと後ろに引いて、うんうん、ここのアウトラインを切らないような感じにやっていくわけですね、はい、だからこういうふうな、例えばちょっとへの字の、初動部切るときもここはダウンシェイプでアウトラインを設定していく、うんうん、それがやっぱり自分の意図したラインっていうことになってきますんで、はい、まあ、そんな感じでやっていくっていうことですね、はい、はい、ではですね、ちょっとアウトラインを実際に設定していきたいと思うんですけども、はい、前回非常にこうシリアルなね、あえてシリガルな、はい、ね、こうショートボブ、そうでしたね、ね、切ったんで、まあこれに合わせてやっちゃうと、はい、ちょっとやっぱおかしなスタイルなので、まあ、これもう無視します、これね、はい、はい、もうアウトラインのコントロールの説明にはさほど無視しても支障ないと思いますんで、はい、無視しますね、はい、で、まず自然なこういう
ショートボブ、ちょっとカジュアルっぽいショートボブ着ようと思ったら、はい、できるだけこういう湾曲したイメージをしていくってことだよね、うんうんうん、これはまあ、はい、何度か発信したことありますけれども、湾曲したイメージで切っていく、まあ、ちょっと長いんでバスッと一回切っておきます。ここの横のこのラインからずっと初めはまっすぐ横に来て、最後の方にこう上げていくと、こういうことですね、はい、まあ、これで大体つながってきましたよね。はい、はい、そうですね。ちょっとインサイドにしっかり入れていきたい場合は、ここにもみあげの部分に少しインサイドぐらいでしょうね、もみあげの実感の毛を少しカットしておくと、はい、いう感じでこういうふうなつながりができてきますね。ちょっと反対側もアウトライン切ってみたんですけど、はい、今どうですか。アウトライン的にはまあまあ綺麗に、そうですね、つながってますよね。はい、はい、で、ここにまず幾分か段を入れていこうと、ほういうことですね。はい、まあショートボブなんで ね、まあ段を入れることがあると思うんで、まあ、ちょっとこっちサイドはまた綺麗な感じに切りたいと思うんで、はい、少しですね、適当に上の毛を短くしまして、はい、適当に、うん、適当にね、はい、ちょっと段を入れていきたいと思いますね。まあ、上の毛の長さは、まあ、そのスタイルによっていろいろじゃないですか。はい、そうですね、スタイルですね。で、まあ、それは別にアウトラインのコントロールとは、そんなに関係がないと、はいはい、いうことですね。で、ここからですね、横にこうつないでいくときにね、はいはいはい、今上の毛これぐらい切りました、これですね、はい、で下の毛の一番下はここにありますね、はい、でここのこうとんがってる部分、ここは中間部に今溜まってる、まあ、要するにウエイトとなってる髪の毛になりますね。で、この髪の毛をつなげていくときに、バランスを崩しやすいポイントとしては、この一番下までをつなげちゃうってことなんですよ。ああ、なるほど。うん、わかりますか。つなげすぎたらダメってことですね。つなげすぎたらダメってことですね。ちょっと中間部先に切っとこう。まあ、トップ切ってこの8回りの段も例えばまあこれぐらい入れていったとして、で一番下の部分ですね、一番下の部分、ここに今一番下の部分ありますよね、はい、でこのとんがり、このとんがりをこう例えば全部切っていこう、ここね、一番下の部分から、はい、もう切っちゃうんですね、うん、切っちゃう、ここも出てるから全部切りましょう、できちゃう、これね、一番下、これ、これこれ、ここですね、はい、全部切っちゃう、ほうね、ここにこれで上の毛とこう繋がってくるわけなんだけど、ここですね、はい、切れました、はいはい、でも一応アウトラインはね、ギリギリアウトラインからつなげたんだけど、見てくださいこれ、おおすごいことになっちゃいましたね、半端なく半端なくガタガタになりましたね、はい、はい、ガタガタになるんですよこれ。だから一番下までつなげると、はい、まあガタガタになってしまうっていうことですね、はい、はい、アウトライン切った感覚なかったもんね、アウトラインとちょうどつなげたなかったです ね感じなんだけど、まあ、一番ギリギリまでつなげたらもう本当にこんなもうわけのわからん感じになっちゃう、こんなになるんです、ここまでなるんですね、まあ、ちょっと待ってここはね、先、はい、先ほど三つ襟切ったからここまではちょっとあのこの上がり方はさっきの原因じゃないですか、はいはい、ここからですね、ここから先がこんな感じになってしまう、はい、それにしてもすごい、それにしてもすごいよね、はい、はい、そうですね。じゃあどうやってつなげればいいかっていうふうな話なんだけど、はい、同じようにちょっとね
上の段を入れておきますね、はい、上と中間の段を先に入れておきますね、はい、まあこれも適当ですね、はい、あのまあスタイルによってあのこれはねさっきも言ったように変わるんだけど、まあちょっと適当に段を入れていきたいと思います。今上と中間入れた段階では、はい、アウトラインっていうのは整ってるよね。整ってますね、綺麗ですね。まあこれ別につなぎだけでもいいんだけど、はいはい、これでちゃんとお客様のまあこれ紙質においてねお客様紙質によってこれでしっかりとしたっていうか、はい、理想通りの厚みが出てたら、はい、別にここから切る必要ないんだけど、はい、例えばもうちょっと切ってタイトにしたいなとか、うんうん、結構あるやん短い人で、はいはい、その時にこのアウトラインを崩さないようにタイトにしていこうと思うとね、こうですね、はい、一番下の毛はここになるよね、はいはい、で上の辺のこう上と中間入れるところが、まあ、ここにとんがりがあるよね、はい、で一番下の毛は1センチぐらいはもうプーッと落としていく、こう落ちました落ちました落ちました、はい、落ちました、はい、落ちました。一番下の毛を1センチぐらい落とした時に例えばこれをストレートにつなげていく、うん、まあ、しっかり落とすっていう意味でね、はいはいはい、うん、ここですね、ヘムライン1センチぐらいは、まあ、グラデーションは絶対つなげないっていう鉄則を守るわけですよね、はい、ここのサイズの厚みを持たせたい場合はそんな心配ないと思うんだけれども、うんうんうん、結構突っ込んでタイトにしていきたい時、はいはい、っていうのはやっぱりこうアウトラインを削ってしまう危険性があるね、はい、でここ今これ今これ2枚目ね、これここも出てきましたね、うんうん、アウトラインね、そうですね、でアウトライン1センチぐらいが今こういうふうに串か折ってきたね、はいはい、折ってきて1センチぐらい折ってきたらここ出てきているとこを、まあ、しっかりとなるほどタイトにしていく、はい、これも一番顔周りフェイスラインのところですね、ここね、はい、ここも一番下の毛がここにあるよね、はい、まあ、ちょっとイングラ入れてるんで、まあ、この辺ぐらいが一番下の毛なんですけど、うんうん、一番下の毛をしっかりと落としてしっかりと落としてそしてストレートにつなげていく、そうするとどうですか、結構体得差は出たと思うんですけど一切アウトライン変わってないね、変わってないですね、一切変わってないね、はい、だからこれが大事なんですよね、はい、なるほど、うん、落とすということですね、落としてしっかり体得する、はい、いうことですね、はい、ちょっとこれで乾かしていきたいと思います、はいはい、ちょっと乾かしました、はい、はい、ちょっとね、上との時に少し空いてたんですけど、はい、はい、まあ、アウトラインはあのできるだけつかないようにしてますね、はい、はい、まあ、こっちはまだね、揃ってますよね、ちゃんとね、そうですね、綺麗に揃ってますね、で、一番下までつないだ方は、はい、まあ、ここまではあの、ね、これは後ろで切ったところなんでね、はい、もうこんな感じになっちゃってると、なるほど、あ、まあ、穴開き、そうやね、でかといってフォルムどうですか、うん、別に厚みってそんな変わんないでしょ、全然変わんないですね、でしょ、こう厚みそんなだから要するに同じぐらいのレイヤーが、うんうん、入ってるんだけれどもアウトラインのフィーリングがこういうのとこういうの、はい、おこんな違いが出るんですねになってくると、はい、いうことなんですよ、はい、はい、でもう一個あって、はい、穴開きポイント、はいはい、2つって言ってたけど、はいはい、思い出したわ、3つあったわ3つあったんですか、はい、3つあった、はい、でそれはフェリング入れる時にこのアウトライン周辺は下げてすく、あなるほど、できるだけこうダウンステムでついていく、はい、串で取ったとしても少しこうダウンステムでこうやって取ったとしてもダウンステムでついていく、まあ、角度はねやっぱりちょっと俺締めたい時はうんこういう感じの角度で入れたりとか、はいはい、ただ単に細くしたいときはこういうふうに細くしたりとか、これね結局こう入れると、まあ、この毛玉に対してこうグラデーション状に入るでしょ、はいはい、うん、でこう入れるとレイヤー状に入るからそうちょっとキュッと締まると、うん、ただ単に細くしたいときはこうやって入れたりとかねっていう感じで見ながらこう毛が多いところを狙っていって全体的に均等にこう下げてすく、うんうん、とですね、まあそれほどアウトラインが崩れずにこう軽くなってくる、はい、いう感じになってきますね、うん、
下げてすく、はい、これ上げてすいたらどうなのか。例えばグラデーション入れましたよってこう上げてね、これをちょっとまあ少しこうすきましょうと、はい、ね、こう上げてすく、スカスカですね。ね、結構こうガタつきが出てくるでしょ。そうです、ね、全体的に一応毛はあるんですよ、うん、あるんですけど、やっぱりねここのね、結局これなんでこんなにショートボブのこうサイドのねラインコントロールが難しいのかって言ったら、はい、やっぱここって、まあ、ウィークやからこんな形やけど、はいはい、まあ、これでもいびつやん、もみあげがあって耳があってっていう、これ人間になってきたらここにこの形もそうだけど、ここに毛流れも発生してくるからね、はいはい、耳の後ろなんてさ結構ここめっちゃ前に生えてたりとか、ここめっちゃ後ろに生えてたりとか、ここだけ内側に来てたりとか、まあ、はい、いろんな癖があるやん、はい、ネイルもそうだけど、そうですね、なのでそういう風な個人のその素材にやっぱり思いっきりこう変化を受けてしまうゾーンなんでね、ここって、はいはい、なのでここはこの1センチは、まあ、少なくとも1センチ、まあ、生え方にもよるんですけど、うん、少なくとも1センチは、まあ、そのグラデーションを入れきれずにね、うん、ここまでつなげなく、でセニングもできるだけダウンステムで多い部分を狙ってついていくと、うん、まあ、均等な質感になっていくと、うん、でも先ほど見てもらったように1センチ残してグラを入れたとしても、しっかり入れたら一番下までつなげた状態とそんなにフォルムは変わんないんで、うん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 、しっかりとここは落としてカットをしていくということですね、はい、でこれが、まあ、今回は、まあ、こういうふうなラインで切ったけど、まあ、これであっても一緒ですね、はいはい、自分で一番こういうふうに下げて、このへの字やったらへの字でライン切って、で1センチつなげないで、まあ、その時の自分のフォルムに必要な、まあ、グラデーションを入れていくと、はい、で下げてここはすいて、だここのヘムラインはまあちょっと別物にして考えるっていうような感じでやっていくと、まあ、このサイドのねラインのコントロールっていうのがまあできるようになっていくなと思うんで、はい、まあ、ちょっとそんな感じでやってもらいたいと思いますね、はい、はい、日産コーコアインスタやってます。概要欄からチェックしてみてください。フォローしたらいいことあるかも。サブチャンネルバックルームもよろしくね。